姫栗はかつて活動していた日本のお笑いコンビ。所属していた事務所はソニーミュージックアーティストそれ以前は株式会社で所属だった。並江は高校3年生在学中の1997年にオフィス会人社に所属、同社公演の舞台に多く出演、主役も多く務めていたこともあった。このか椿組、法南組、 エックスクエスト等の公演にも出演したことがある。ゆずも、後に、怪人者のワークショップに研究生として入り、当時、チム人だったナミエとは、先輩、後輩同士となり、お互いに、知り合いとなる。その後2007年4月に、コンビ結成。姫めが主催、MC を務めるライブ、大吉ライブを、2011年4月から行っていた。 2013年2月28日をもって、ゆずがひめくりを脱退し、同時に株式会社花を退社したことを発表。今後は波江は、ひめくりなみゆずもピン芸人で、それぞれ活動していくとしている。そして、ゆずは2013年3月17日のニコニコ、動画性放送、女優とホストとオタクが何か、楽しいことをする放送の中で、新しい自分の芸名を、 ゆず姉に決めたと発表した。この名前については近所のお姉ちゃん感覚で決めたとしている。そしてゆず姉は2013年7月にソニーミュージックアーティストに所属が決まった。解散から約2年後の2015年2月1日より日めくりを再結成して活動していくことを発表。それに伴い、波江もそれまで所属していた株式会社へから ゆず姉の所属しているソニーミュージックアーティストに移籍し、合流する形となった。2017年7月26日、上記の通り、ゆず姉の芸人活動を休止により、再びコンビとしての活動を休止となる。ミ江は芸名を、ひめくりミ江として、お笑いの活動を続ける。その後、ミ江は元メカドックの沢原信幸が創業した合同会社 SR 企画に所属。 一方、ゆず姉も、2020年7月に、古巣の SMA ニートプロジェクトに3年ぶりに、最所属となって芸人に復帰したことを発表。女性心理を歌とリズムに乗せて演じるネタがあり、この時は、つつつつごい、お,お女です。はい、めげないめげない、泣かない泣かないなどのフレーズに乗せて、これらを行う。エンタの神様では、このネタを行っていた。初期の頃には、 同じようなリズムネタで野菜ジュースがテーマのものがあった。2010年当時は漫才を中心に行っていたことがあり、この時は主にナミエがツッコミ、ユズがボケというポジションとなっている。その後コントも多く行っている。ユズがアンパンマン好きであることから、アンパンマンのパロディの紙芝居でコントを行うこともある。姫クリです。の挨拶の時は、 カレンダーをめくるようなイメージで頭の前で手のひらを返すというポーズをとっていた。波江、編集ゆず姉、ね、編集、波江、編集テレビゆず、編集テレビ映画舞台ひめくり波江に関するカテゴリー。ありがとうございます。